はい、本日はですね、視聴者6350名が選ぶ夏のダサいファッションをご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、僕もですね、このよく洋服とかをご紹介していく中で、ダサいファッションをちょっとアンケートするのどうかなと。やっぱりかっこいいとか機能的とか素敵みたいなところをアンケートするのはええねんけども、ダサいとかかっこ悪いとかなんかそんなんてね、ちょっと嫌やなと思ってね、そんなアンケート取るんやったらもう取らん方がええかなとかって思ったけど、なんでか知らんけども、このダサいって言われたらものすごいみんな気になるんですよね。ダサい、何がって、どれがダサいのダサいのってやっぱ気になってくるじゃないですか。それこそ、まあ、あの辺はダサいやろなって僕の中でイメージは若干あったりしたんですけども、今回あの6350名の方にご協力いただいて、 YouTube の方でもそうやし、インスタの方でもご回答いただいたということで、本当に皆さんありがとうございました。まさかですね、今までしたアンケートの中で一番多かったんですね。一番反応があったアンケートということで、まあ、もしかしたらね、あのこのランキングを発表することで、もしかしたらあの気が良くないというか、あのちょっとあの気を割れ悪くされる方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、そういうのね、あ、ちょっと俺言われたくないなっていう方はね、ここで一回ちょっと見てもらうのはやめてもらった方がいいかなと思うんですよ。っていうのもね、あのがっつり該当しますでとか、僕がっつり該当してますでみたいなのがあるんですよ。僕自身もあるからね、あのあんまりこういうの言われたくないねんなっていう人はね、外れてもらった方がいいと思うんですけど、いやいや俺は鋼のメンタル持ってるよと、なんて言われたって何とも思ってないよって、まあ僕みたいなタイプの人はね、これ見ていただいてもいいんかなと思うんですけど、まあそんなことでね、まあどっちにしても僕は見ていただきたいんですけども、まあ嫌な思いしてまでね、見るのはちょっとどうかなと思うので、そんな感じでいきたいなと思います。ということで、本日の流れとしてはですね、もう単純にトップ7から7、6、5、4、3、2、1っていう感じでいきたいんですけど、まあ、番外編的なところもね、あの軽くはお伝えさせてもらおうかなと思います。あのいつもの通り嫁がね、集計きっちりしてくれてますので、まあ、この数字はね、あの間違いないかなと思います。ちょっとね、ランキング外にはなるんですけどね、見てて面白いのはね、おじさまの着るアロハとかね、まあまあ言うてるの分からんではないけども、そんなんとか、あと蛍光色のエアマックス、これだいぶピンポイントで、これ若い子狙いに行ってるやろって感じがしたりとかね、あと変な丈の短パン、これね、これも言わんとしてることはめちゃくちゃわかる。これあとね、ピチピチの T シャツ、あー懐かしいな、あるよねとかね、スケスケ T シャツとか、まあいろいろあるんですけども、まあまず7位からねご紹介していこうと思います。ではですね、メンズファッションのダサいアイテム第7位というのはですね、ハイブランドのロゴ T シャツになってます。でこれはですね、どういうことかというと、ハイブランドの T シャツが悪いとかっていうことではなくて、おそらくですよ、あの僕が言ってるわけじゃないですよ、視聴者の方のアンケートでいただいた中で多かったのは、ハイブランドのロゴががっつり出てるやつ、こう何々ってこう胸に出てるやつとかあるじゃないですか、あとロゴマークがダンとこう出てるみたいな感じのが、まあ、ちょっとどうなんかなっていう方がいらっしゃったということで、あくまで僕は一言も言ってません、視聴者の方が言ったんですよというのは、もう前々もずっと言いますけども、そのランキングのために言いますけども、そういうことになってるので、ね、僕が言ってるわけじゃないんですけども、視聴者の人がハイブランドのロゴ T はちょっとどうかなと言って、いや僕は素敵じゃないのと思ったりするんですけどね、あの視聴者の方が言ってるというところで第7位ということになってます。まあそれでもね、こうハイブランドの今とかやったらよく見るのセリーヌとか見るんかな、まあ見てても別にそれはそれでおしゃれな人とか似合ってはる人も中にはいてはるじゃないですか。だからこれってランキングって多分皆さんおっしゃってるのそうやと思うんですけど、7、6、5、4、3、2、1全部イケメンとか、そのスタイルがいい人とか雰囲気がある人が着れば、これ全然なんてことないんやけども、全員が似合うって言われたらちょっとこの辺は難しくなってくるよねと、こう万人受けするようなアイテムじゃないっていう風に考えてもらってもいいかなと。ダサいというよりかは万人受けする感じでもないなというところで見てもらっていいと思うんですけど、まず第7位がこれね、これまず助長ですよ、こんなもんじゃないですよ、もうどんどん行くともう結構えげつないこと書いてるけども、それをなんとまろやかにマイルドにお伝えしていくというのが僕の使命ということになっておりますので、次第6位に行きたいなと思います。ではですね、メンズダサいアイテム第6位というのがですね、スキニーパンツになってます。まあ一時ね、結構男性でもキュッと細いパンツって流行って、みんながみんな細いパンツ履いた時期もあったと思うんですけども、これはね、あの半分やっかみというか、ちょっと羨ましさもあるし、半分ダサいとほんまに思ってるところもあると思うんですよ。っていうのも何かというと、やっぱりスキニーのデニム履けるとかパンツ履けるって、やっぱりスタイルそれこそ良くないと履けないですか。キュッて細いタイプのパンツね、どうしてもこう腰周りがごつかったり太ももがごつかったりするとちょっと似合わんくなってくるから、半分ちょっと羨ましいというかやっかみがあると思う。いや僕のじゃないですよ、僕は言うとね、一言も言ってないから僕じゃないですよ、視聴者の方が言ってるからね、僕は実際言ってないんやけども、まあ、多分そういうことやろうなと。でもう半分は単純に、まあ、時代の流行的にはあの細いパンツっていうのはもうちょっと過ぎちゃったんかなみたいなところで、まあ、ランキングしたんやとは思います。まあ、だからね、あのこれも時代が変わればほんまにまた一周回ってこればまたスキニーが流行る時もあるやろうけど、今この2021年の段階ではそういう風にただ言われてるだけということになってるんかなとは思うんですが、それ第6位がスキニー。そして次第5位というのがですね、ビッグ
ックシルエットになってます。まあこれもちょっと時代かなと思うんですけど、まあ今でもねちょっとゆったりしたサイズ感っていうのが流行ってて、むしろピチピチよりかはゆったりしてるのが流行ってるとは思うんですけど、あまりにもダボダボしてる T シャツやのにもう肘見えてへんみたいなあるじゃないですか、まあ、そこまで行くとちょっとビッグなってくるんかななんて思ったりはするんですけども、これに関しては逆ですよ。これに関してはさっきのスキニーとは逆で誰でも似合うとは思うんですよね。そのスキニーみたいに体型を選ぶっていう感じじゃなくて、ビッグシルエットって太ってても痩せてても誰でも着れると思うんですけど、まあ、あまりにも大きすぎるのはちょっとどうなんかなというところが、おそらく視聴者の方の声であろうと、おそらくですよ。僕は一切そんなこと思ってないけど、視聴者の方が勝手にそう言ってるんだもんと勝手に言ってすみませんね、せっかくアンケートってね答えてもらって申し訳ないんですけど、僕がアンケートを答えてるんじゃないですよというのをもう絶対頭に叩き込んでくださいね。まあそれが第5位と、ではビッグシルエットです。で次第4位に行きたいなと思うんですが、第4位がですね、あのアンケートの機能の中にもあったんですけども、タンクトップになってます。まあタンクトップというよりかはノースリーブっていうのが正しいかもしれないんですけど、もう正直ね、タンクトップもしくはノースリーブの似合う人の特権ってもう若さなんですよ。とにかく若い、もう若ければ似合うんやけども、もう30超えてきたらもうそれこそ裸の大将みたいになってくるからね、やっぱり袖を出していいのって、まあ、女性もしくは若い男の子とかはね、やっぱり筋肉のこう向きっていう感じがあったりするから、まあまあ見ててかっこいいなと思うけど、やっぱりちょっとおじさんになってきてね、まあおじさん年齢何歳ぐらいっていうところで、やっぱり30超えてきたらちょっと腕は隠していこうでと、まあ肘から下ぐらいは出してもいいけど、こっから上出すのはちょっとレッドゾーンになってくるじゃないですか。とは言いながらね、ノースリーブが似合う人ってやっぱりアーティストの人とかね、何歳になってもかっこいい人っていてはるじゃないですか。そういう人らは鍛えてはるしね、やっぱストイックやからね、やっぱかっこええなとかと思ったりするけど、おじさんのタンクトップは見てられへんのよと。特に女子言いますよね、白いタンクトップでおじさんほんまにやめてほしいって。だからこれはね、まあまあ納得のランキングかなと思うんですけども、とはいえ男だって暑いよね、袖なくしたい時だってあるんですよね。だからまあこの辺はねちょっと臨機応変に行きましょう。例えば海とかのそういう開放的なとこ行くんやったらもうタンクトップでもいいしノースリーブでもいいけど、街中でやったらちょっとやめとこうかなとかいう風にね、まあそんな感じで行ったらええんかなというのが第4位ということで、次は第3位に行きたいなと思います。では第3位というのがですね、靴下履いてサンダル、それわしやないかということで、あの僕完全に毎回そうなんですよね。今もそうやけども靴下こうやって履いてるじゃないですか。でこのままサンダル履いてるでしょ。でさっきもサンダル履いて手羽できたでしょ。これわしのことやないかいうて、いつもそうやってサンダル履いて靴下履いてやってる、うん、それわしやないかいうことで、もう完全に僕なんですけども、この票もね結構多かったですね。というのも僕もねわからんでもない、言ってることめちゃくちゃわかる、あの言われてるぐらいやけどね、言ってることめちゃくちゃわかる。なんでかって言ったら、僕も今まで靴下履いてサンダル履いてる人見て、なんでその靴下いるのって、サンダルって要は素足で履くのがもうええですやんと、その風感じながら股の指と指の蒸れてるところを風がフューって突き抜けてるあの感覚がいいですやんっていうのはもちろんわかるんですけども、とは言いながらね、やっぱり靴下履いとかんとね、足の裏の汗ってめちゃくちゃすごいらしいんですよね。あの人間の体の中でも足裏の汗ってもうダバダバに書いてるらしいんですよ。ってことはラーのままサンダル履くのはめっちゃ気持ちいいしめっちゃ開放的なわかんねんけども、なんかベチョベチョの状態でねサンダルになっちゃうから、それどうなんかなとも思うし、でも見た目的には僕もサンダルない、あのサンダルじゃ靴下ない方がかっこいいと思うんですよ。靴下なしで行きたいなと思うけども、ついついなんかいつもの癖でねピュッて履いちゃうんで、別にこだわりとかは全くないんですけど、なんかついつい履いちゃうのでね、あの完全にダサいランキングで3位に入っちゃったんですけど、まあ集計してね嫁からパッて上げてもらってね、でランキングちょっと見ていこうか、これわしやないかいうことで第3位わしかいと思ったんですけど、確かにちょっと年を感じますよね。ちょっとおじさん臭く見えるということで、こちら第3位ということになってます。ではね次第2位に行きたいなと思うんですけども、第2位が何かというと、膝上のショーツということになってます。これ足やないかいうことで、またわしなんですけどね、これ今履いてるのもそうですけども、膝より上なんですよね。やっぱり短いショーツってものすごい嫌がる方が多い、特に女子は嫌がるし、男でもね嫌がる人おるからわからんではないし、まあまた僕ディスられてるんですけどね、まああんまり特に気にせえへんっていう性格がありますので、まあまあ僕はいいんですけども、これもね人によるでしょう。っていうのも40代とか50代とかでもね、また上のバギーズショーツ履きこなしてる人とかもやっぱ見たことあるし、かっこいいなとかって思うしね。かといってね20代で若いって言ってもね、あれバギーズショーツあんまこの人似合わへんなみたいな人もいるから、やっぱ人にちょっとこれはよるかなとかって思ったりするんやけども、万人受けせえへんと言われたら確かにそう、膝上ショーツはとりあえず挑戦をせえん方がいいと思うんですよね。なんでってこんな感じ言われるから。ほんで一番やめ時っていうか、ま、あの膝上ショーツを一番やめた方がいいタイミングっていつなんやろうって考えた時にね、やっぱり女性側の意見、それこそ僕の嫁とかもね、このサイズ感はちょっとやばいでとかって言われたりしたら履かんようにしてるし、まあ女性って結構本心で言ってくれるじゃないですか、まあ
家族、お母さんでもいいし、お姉ちゃんでもいいし、妹でもいいし、嫁さんでも彼女でもいいんですけど、いやそれあんた似合ってへんで、それキモいでとかって言われたりしたら、女性の意見をとにかくすぐ聞いといた方がいい。男子はねちょっと羨ましいとかちょっと嫌味言ったろうみたいなこともあったりするけども、女子はねほんまに思ったことそれってガツンって言ってくるしね、何のフィルターもかけんとね、ようそんなにえぐってきたなみたいなぐらいえぐってくる時あるじゃないですか。もうこっちボコボコ言われてもうノーガード状態なのにまだ来るかみたいな時あると思うんですけど、それぐらいに、ね、スバッと言ってくれるから、まあ、女子の意見聞きながらね、あ俺はこのサイズ感丈の長さまではいけるけどこれ以上短いのもうアウトやねんなっていうのが分かると思うので、まあ、それはね女性の意見参考にしたらいいんちゃうかなというふうに思います。まあ以上がね第2位ということになってるんですが、もう第1位はね圧倒的にあこれですわっていうのがあったんですけど、まあそこに行く前にねどんなランキングが他にあったんかっていうのを見ていきましょうか。まあこれはね番外編として少ない表なんですけど、例えば胸元ヨレヨレ T シャツ、まあここビヨビヨ T シャツね、まあそれは分かりますね、誰でもね、ちょっとヨレてきたらちょっとやめましょうかってことになってるか、あと他にはサンバイザー、それ誰がかぶってんねん、サンバイザーかぶってるおっさんその街中におんのかいって、まあゴルフしてるやつは分かるけど、サンバイザーのおっさん見たことないでと思うんですが、そんなんがあったりだとか、他には網網のタンクトップ、分かるー、この網のねちょっと素肌透けてるやつね、もうあれ見やるったらもう鳥肌立ってくるんですね、見てるこっちが鳥肌立ってくるわってことで、まあ関西でいうサブイボですよね、立ってきたりするっていうことであったりとか、あとまあキティちゃんのスリッパ、それドンキホーテやないかいって、ドンキで集まってるコーラやないかいってことなんですけど、まあ、キティちゃんのスリッパがあったりとか、あとニット帽、あこれも分からんでもないですよね、夏場のくっそ暑い時にニット帽かぶんのってもちろんおしゃれとしてかぶってはんのは分かるけど、ものすごい我慢してはんのかなとかって思ったりするから、まあ僕その人じゃないからね別にいいんですけど、ダサいとは思えへんけど暑くないのかなって僕は個人的に思ったりするっていうとかあったり、あとこれもねおもろいなと思うんだけど、シャツをインするメンズ、こう T シャツをインしてるメンズっておるじゃないですか、ただこれも人によるんですよ。っていうのもね、今月号のオーシャンかな、反町隆史さんが表紙になってるんですけど、その反町隆史のねこれ中パーって見てたら、中でね白 T インしてデニム履いてるやつあるんですよ。めちゃくちゃかっこいい、めちゃくそかっこいい、おい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 、インしてこんなかっこいいんかいなと思ったりするんですけど、これも人によるじゃないですか。隆史反町やったらいけるかもしれんけども、一般ピーポーそれできないんだよってことがあったりすると思うので、まあこれはね人によったりはするんですけど、その辺が、番外編としてランクインしました。ではね第1位に行きたいなと思うんですが、第1位がこちらなんですよね。渋丈のパンツ、もしくはシャツということで、まあ、これがね一番多かった、もう圧倒的に多かったんですけど、渋丈っていうとやっぱりこの長袖でもないし半袖でもない、なんか中途半端な丈の長さ、いわゆる陶芸家スタイルというんですかね、なんか陶芸家みたいなあのサイズ感、陶芸家は我々でね袖を汚さへんっていうためにやってはると思うから、ちょっと微妙に短いのがまたいいと思うんですけども、あんた陶芸家ちゃうのになんでその中途半端な丈の長さにしてたんっていうのが視聴者の方の声だと思います。僕は一切思ってないけども、視聴者の方が多分そう思ってるんだなと思うし、あとパンツもね、この半ズボンはまあまあ分かるわと、で長ズボンも分かるわと、ここの丈、この膝のすね毛ちょうど見せてる丈、これ何を見せてんのやと、よそ様に汚いすね毛見せてどないすんのとかって思ったりすると思うんですけど、まあその辺のね丈の長さっていうのが、これ多分誰が着てもあんま似合いづらいと思うんですよね。で特に難しいのは、まだ上はいいわって思うんですよ。上はねなんとなくこうシャツとかめくってる時もこの辺に着たりするから、まあ上は着こなせるやろうなと思うんですよ、渋丈でも。ただパンツの渋丈ってめちゃくちゃ難しいからね、その時の上何合わせんのって思うんですよ。で変にキューブ丈でもね中途半端から困るからね、やっぱ長ズボンか半ズボンっていうのがいいと思うんですけど、一時キューブ丈っていうのもありましたね。ちょっとだけこのクロップドパンツって言ってこの足首見えてますっていうのがあったりとか、まあ渋丈もあったとは思うんですけど、やっぱり難しいんでね、よっぽど冒険したいなっていう方はいいと思うんですけど、まあ普通に無難に着こなしたいっていう方はね、特に厳しい。で一番多かったのが、その裏返したところにチェックの柄があるやつ、あれは多分それご自身が選んできてるわけじゃないかなと僕は思うんですよね。っていうのもお母ちゃんとかが買ってきて、なんかこれ裏返したらチェックのやつついてるやん、こんなんいらんって、あんたそんなもんひっくり返さんかったら分からへんやないかい、あそうかって言って履いていてね、なんかなんでか知らんけど最終的にはね、でもちょっと熱いしひっくり返そうとダサいダサいダサいって言われるじゃないですか。そんなんて別に本人にも悪気ないしね、お母ちゃんにも悪気ないんですよ。だから指差しね笑うことじゃないとは思うんですけど、なかなか合わせるのは難しいですよね。で服ってもちろん自分のためにも着てるけど、その会った時の相手のために着てるところもあるじゃないですか。だから自分だけが良ければいいっていうのも、まあちょっと子供っぽいかもしれへんし、ちゃんとね相手のことを見て、あこの人とやったら一緒に横歩けるわとか、あこの人とやったら一緒に飲み会しててもなんか楽しめるわと思ってもらったらいいけども、飲み会中になんかこの服気になって話全然入ってこへんなってなったりしたらね、せっかく会ってもらってるの申し訳
げないじゃないですか。だからまあそこはね、お互い気をつけていきましょうよなんて言ってるっていうのが、まあ今回のアンケートになってるんですね。だから視聴者の方にね、本当にいろいろコメントいただいたりとして本当にありがたかったんですけど、まあもう一回総括していくとね、まず第7位がハイブランドのロゴティー、もう何々って書いてるやつね、ナッチとか書いてるやつとか、まあそんなんとかもそうですよね。それがね、スキニー、第6位はスキニー、細いパンツ履いてる人とか、で次第5位がビッグシルエット、めっちゃオーバーにバーンって着てるっていうのが第5位で、第4位は裸の対象スタイルね、半袖というかあのタンクトップのスタイルになってて、第3位が靴下履いてサンダル、わしやないかい1で、第2位が、膝上ショーツ、わしやないか2ということになってて、第1位が渋丈のパンツもしくはシャツということになっておりますということでね、はい、ということでね、まあこれから夏本番ということで、まあ僕自身もね、まあ自分のためにももちろん着るんやけども、相手の方がね不快に思わないようにということで、これをちょっと参考にさせてもらいたいなと思います。ということで本日はですね、視聴者の方が選ぶ、メンズのダサいファッションアイテムトップ7をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。